皆さんはこんばんにちは、フランだよ。私が出るのって結構久しぶりじゃない？というわけで今回使っていくキャラはトレイサーだよ。練習だからね、あんまり上手くはないけどその辺は気にしないでね。それじゃ試合開始までカットするよ。前にトレイサーのコツを教えてもらったってヒトポンが言ってたし、それを教えてもらったからね。それを活かしてやっていきたいかな。トレイサーは基本的に怠慢か、人数有利の時が一番強いイメージではあるね。とりあえず怖いのは穴のスリープダーツとロードホックの復帰かな。体力が低いから一方的に打てるように動きたいと思うよ。トレイサーの弾が全部当たる距離を維持するのを意識していくよ。教えられたコツの一つだね。必然的にタンクは中距離、その他は近距離での交戦を狙う感じだね。まあタンクの時みたいな中距離ならまだしも近距離になるとなかなかエイムが合わないから、そこは練習が必要だね。トレーサー使ってるのか、難しいね。使ってて楽しいからな、練習して上手くなりたいとは思うね。そういえば最近ライバルプレイの動画上げてないけど何かあったのか。最近バカで実況やってるしね。まあそれが最近純粋に楽しみなくなってきたからね。何かあったのか。いや、特に何かがあったわけじゃないけど勝ち負けを気にするようになっちゃったからね。まあ、頻度は減るけど出さないってことはないからそこは大丈夫かな。実況中にこんな雰囲気にするのもあれだし、この話はやめにしようか。まあな、楽しくやっていくのが一番だな。神は言っている、ここで死ぬ定めではないと。あつねー、見たよかったな。絶対に死んだと思った。多分壁が間にあったせいで濡れたのかな。ブリンク使っておいてよかった。そんなに前に行って大丈夫か。ゲンジ倒したかったけどインストピンチだったからなんとか倒せた。体力6って一歩間違えればやられてたな。勝てたから問題なし。おっと、穴の回復したし今のリコール使わなくてもよかったな。相手の穴スリープダーツ使ったし、いてみてね。味方のビーバが倒してくれたな。相手が一瞬攻めてきたな。さっき一発は取ってるし。味方が撃退してくれました。味方強い。拠点の近くにいる敵はいなくなったかな。あ、そうだ、オーバーロッチとかを知らない人でも見やすくするためにキャラの説明とかしてみるのどうかな。あー、確かにまだオーバーロッチ知らない人とかたくさんいるしね。その人がこの動画を見る機会とか少ないと思うけど、あなた死のおすすめってところから来る可能性とかあるんじゃないか。それってよく見る動画の関連動画みたいなやつなはずだけど、まあいいか。トレイサーの説明をするよ。簡単な説明だからパパッとやっちゃおう。トレイサーのロールはオフェンス、敵を倒すのと敵陣を荒らすのに特化してる感じだよ。体力は全ヒーローの中でも最低の150、大抵のダメージが痛いね。そして各ヒーローの特徴である能力だね。まずはブリンク、試合中に何回もやってる瞬間移動だね。これは能力の中でも珍しく数をストックすることができるよ。ストック数は3回までだね。そしてもう一つの能力がリコール、時間を巻き戻すことのできる能力だね。巻き戻す時間は3秒だよ。場所と体力が3秒前に戻るから結構強力な能力だね。トレーサーの簡単な説明はこんな感じかな。結構使ってて楽しいキャラだとは思うよ。てかいつの間にかオーバータイムじゃねえか。ここで押し切りたいところなんだけどね。ちょっと厳しいかな。人数不利だね。一旦引くよ。オーバータイムに入ったから一度押し返すだけでいいからね。味方を待つよ。お、ゲンジにナノブーストがついたね。これは一気に攻めた方が良さそうかな。向こうにロードホックいるのか、先に相手しておこうかな。正面はいいのか。ゲンジとゲンクラットが必殺技使ってるし多分大丈夫なんじゃないかな。ほらね、倒してくれてる。あとはロードホックを倒せば拠点は取れるかな。おっと、フックはお断りだよ。向こうだよね。このまま倒せるかな。最初は確保できたね。次の試合に行くよ。一気にブリンクは使わないでおこうかな。味方と合わせたいし。最初は横から行くよ。孤立してる敵がいたらいいんだけどね。サポートだとなおよし。あ、神は言っている、ここで死ぬ定めではないと。お、また生き残った。よく生き残れるな。たまたま運がいいだけだけどな。神は言っている、ここで死ぬ。死ぬかい。生存フラグではなかったか。というわけで
戻ってきました。必殺技が溜まったね。てか、さっき必殺技の説明したっけ？そういえばしてないな。トレイサーの必殺技はパルスボム。いろんなところにくっつく強力な爆弾だぞ。ダメージは400。大抵のキャラは爆弾をくっつければ倒せるぞ。ただし爆弾の中心部のダメージが400ということで中心部から離れるとダメージは減るから注意だぞ。簡単に説明するとこんな感じかな。相性の良い必殺技はドリアの必殺技だね。合わせるだけでタンク以外は倒せるんじゃないかな。さて、相手が一気に攻めてきたね。でも味方が敵を倒してくれてるし、このまま行けば大丈夫じゃないか。腹は厳しいかもしれないけど、インストンは倒しやすいから狙っていくぞ。逃げられちゃったな。とりあえず他の敵を狙っていくか。腹が低空飛行してるな。狙いたかったけど飛ばれちゃったな。おっと、腹に狙われるのは勘弁してほしいな。ウィンストンが来たぞ。ウィンストンは体がでかいからな。ビームの射程外から一方的に狙っていくよ。今度こそ仕留めれるかな。ちょっと無理かな。痛い。ちょうどリコールした場所に腹の攻撃が来た感じか。さすがに回復を取りに行くよ。味方もやられちゃってるし慎重に動こうかな。って言った結果がこれです。まあ敵の数が多かったから厳しいね。そしてオーバータイムに入ると。入る前に終わりたくはないな。とりあえずオーバータイムは終わらなかったね。味方がやられちゃったけど大丈夫かな。穴と腹とかが少し厳しいかもな。おっと、バレッティか。少しには勝つよ。リコールしたけどトレーサーに共同されちゃったな。逃げれないから攻めに行くしかないかなと思ったけど味方がいたから少し引くよ。さすがにリーファーは厳しいか。あの距離だと即死の可能性とかあったしな。少し距離を取って戦うぞ。敵の数が多いな。これは厳しいかな。さすがに厳しかったか。いつの間にオーバータイムになったし。気にしない気にしない。てかここ取れないと負けちゃうじゃねえか。ならば取ればいい。今まで取れてなかったからオーバータイムになったんだけどな。とりあえず早めに倒しておきたいのはヒーラーだね。回復されると困るしな。おお、ナイスリーパー。おっと、あと少しで確保できるんだけどルシオが入ってきちゃったな。リーパーとトレーサーも入ってきたな。ちょっとってところで早くできちゃうな。よし、確保できたんだぜ。勝利。プレイオブザゲということで今回はこれでおしまいだよ。また別の動画で会いましょう。それでは。